の落とし穴、週末ヒロイン、田辺愛子と、服は白いけど、中身は腹黒な、しがないサラリーマンの稲田です。そして、チームに分かれてから、多いところでは10回以上の自主勉強会を重ねてきました。その結果、今お手元にある、今後のツバメの未来ビジョンであるツバメの幸福論、そしてこれから発表させていただく旧チームのアクションプランを完成させました。ありがとう。行ってらっしゃい。気をつけてね。あ、もうこんな時間、私も保育園に預けるかなくっちゃ。山口さん、おはよう。おはようございます。よろしくお願いします。パパも4人に1人が平日に子供と触れ合えていないことが分かっています。大切な家族との暮らしのために一生懸命働くことだってパパの大切な役割。そこで私たちは考えました。一緒にいる時間そのものを増やすより、子供と一緒にいられる貴重な時間をいかに充実させるか、それが重要なのではないでしょうか。でここは書いてないんですけど、あの基本的に遅延型コミュニティってこう真ん中に自分がいてですね、その周りにお父さんお母さんや兄弟がいて、おじいちゃんおばあちゃんがまた大家族性っていっぱいあって、でその周りに地域のおじいちゃんおばあちゃんも含めてお父さんがあって、そこで話し合ったりしたことをもう一度こっちへ持ち込んでいくとか、あるいは子供をちょっとお互いに面倒見てよというような話をしていったりする。だから多分この左側だけでもなかなか難しくなってきた21世紀に、もう一度20世紀を取り戻そうって言ってもちょっとこれ難しいことがたくさん出てきちゃうので、また、フリーペーパーは年4回程度の発行を目指し、有料広告による発行とします。まずは若者会議の仲間や身近な友達に低価格の広告料でお願いし、発行費用を集めます。100部程度からスタートし、スーパーなどさまざまな人が集まる場所に置いてもらうよう働きかけます。続いてステップ2です。メンバーによるサッカー、バスケットボール、新体操の体験教室を開催します。ツバメの若者はツバメ市のことが好きであるといったことが明らかになりました。その理由ですが、1位、ふるさとだから、2位、田舎、のどかだから、3位、住みやすい、暮らしやすいからとなっています。次にあなたが思うツバメの自慢を聞いたところ、1位が養殖器、2位がラーメン、3位金属産業となり、養殖器がトップとなりました。出身の学校別で見ても全学校で養殖器がトップとなりまして、改めてその偉大さを伺えるような結果となっております。一方でツバメを、微妙、嫌いと答えた方の理由なんですが、こちらがですね、1位田舎のどかだから、2位何もないから、3位店遊び場が少ないという結果となりました。ここの1位の田舎のどかは、ハングリーであれ、愚かであれ、もうハングリー精神と既成概念にとらわれない、もうバカになったような行動こそこう成功につながっていくと、今回お世話になったスタジオ委員の岡崎さんが教えていただいたんですけども、風と土が風土を作ると。風とは何か、それはまさによそ者、若者、まあ、そういったクリエイターの方たち、クリエイターの方たちがどんどんこの地域に入って新しい風を吹かしていく。そして土、そこにあるもの、それは地場産業、金属加工業のイノベーションするときに、まあ、やっぱり億以上の、すごい大きな建物だったので、億以上のお金がかかる。で、私ももう古いので、取り壊さなきゃいけない。そういうふうに私、思うようになりました。そこで考えついたのが、この町全体を旅館にする、
このツバメや旅館というプロジェクトですね。こちらも我々もうロゴまで作りました。このツバメや旅館で巻きです。はい。ページに投稿を呼びかけます。ツバメコカルタをなぞることで、ツバメ各地の歴史、文化、人に触れ、味わい、感じてもらうことができます。まず私たちで率先して写真を投稿し、面白おかしく、でも本気でやっている姿を紹介して呼び水になりたいと考えています。というわけで、まず作ってみました。ツバメコカルタも、文句なし、食べておいしいツバメラーメン。この可愛らしい女の子と美味しそうなラーメンの写真、イメージがこのようになります。このような感じで敷居を広く低く、間口を広く、大勢の皆さんと。私たちはツバメの人みんなとつながりたい。つながるってどんなこと？はい、いきなりですけど、ここでちょっと皆さんに簡単に人とつながれる行為を実践していただきたいと思います。はい。それにつながることで自分の知らない世界が見えたり、知識が広がったり、一人よりももっと多くのことができる。ここからっていう名前にしようかなと思いましてね。いいですか？この写真の人を見てください。全員の気持ちを共有していって、緩やかな、そう緩やかなツバメを。ツバメには衝撃的なキャッチコピーが付けられて、当時話題になっていました。人生の最後で住み慣れた地域で住み残れないという、今後の超高齢化社会の課題を突きつけたと同時に、誘致の解決策は目を背けないことだ。この次の住処ツバメプロジェクトです。私たちは情報発信、居場所づくり、そこでまずどのように地域の課題を共有して共感を持ってもらい、そこでアクションプランの2つ目に居場所づくりを提案させていただきました。皆さん、居場所というとどんなことを思い浮かべますか？ここで言う居場所とは、ってしまいには自分ちも分からないやつなんだろうもん。近所の人たちは見守ってくれたっけ、最後まで地元で最後を迎えることはできたんだよね。そうらだね。おめさんどうだったね？俺もさ、最後大病しまってさ、それでもお医者さんや施設の人、そして何よりも地域の皆さんから何かと支えられて、住み慣れた地域で最後を迎えることできたで。その大半の人たちがですね、活動の場が全然見つからなくてどうすればいいのかというのを、地域ごとにみんないろいろとこう課題を抱えているというふうに聞いてます。こういう場所ができて、その認知症になられた本人だけではなくて、そのサポーターとしていろんなことを学んで、どこかでその力を生かしたいというふうに思っている人たちが活躍できる場が生まれるとしたら、すごく可能性があることなんではないかなというふうに思います。日本一輝いている町燕市ということを目指して、私は就任以来取り組んできたわけでございますけれど、その日本一輝く街って何なのというふうにですね、聞かれることがあります。で、私はそれは、燕市に住む人お一人お一人がキラキラ輝いている、そんな街だというふうに、あるいはそのツバメの工場とかがですね、キラキラ輝いている、そんな風に共に歩んでいけるかということを真剣に考えようというふうに思っています。そして、今日来場の市民の方々と20分を2回やる予定になっています。20分のワークショップを2回で、1回目やったら次は違う場所の方に移るという形になっています。まず A ですね。ここは弁証法的使用法とか言って、違う意見を見つけてみて、 A と B の間から C を出してやりましょうっていうふうに若者会議の中では、ルールにしました。ということで、さっき説明があったラブと
それからイエス&いいね、さらにこうしよう、この会話のルールをちょっと頭の片隅に置いてもらって、それぞれテーブルが用意してありますので、それぞれのテーブルに回っていただいて、イエス&の意見をそこに残していっていただきたいと思います。横文字で恐縮です。この方法ワールドカフェというふうに言われてますけれども、あと2分ぐらいで今のカフェでの、話し合いは終わりにしたいと思います。ちょっとまだ言い足りなかったということがある方は不正にですね、メモしてそこに置いていってください。次その会議の中の人たちはまず最初にそのメモを。どんなことで集まりたいかっていうのを。じゃあ続いてチームスマップ、はい、はい、1分でお願いします。はい、スマップの皆です。このチーム、20年後に乗せてスマップの施設職員1人しかいない方とか、なんかいい情報もいただきましたし、ヤスリのお話も、全国で一番の、やっぱりこうやって集まって、お話しの、ネジカフェというのがありましてですね、マスターに、こんな部品、ここに合うネジが欲しいんだけどっていうと、マスターがのコーヒーと一緒に、このネジはこういうものだったんですけど、その中でも、例えば、ですね、いろんなのがあってですね、老人検定合コンとか、高齢者の方で相手がいない方たちを最後取れるようにやれればいいんじゃないかとかっていうのもありましたし、中で9割男性っていう、なんか私たちのその方々もそれぞれのテーブルについてですね、話し合ってそこにアイデアを乗せていく、なんかこういう風景を見てると本当になんかこう感動的で、胸になんか込み上げてくるものがあるなという気がしますね。まあ胸に込み上げてくるのはひょっとしたら今日昼に僕は甲州飯店でラーメン食べましたので、それが若干影響するかもしれませんけれども、まあ、いずれにしても込み上げてくるものあるだろうというふうに思います。ぜひですね、若者会議ではあるんだけれども、地域の大人の方々のサポートをうまく受けてください。甘え上手になってください。歴史上若い人たちが活躍した時期って何回もありますね。まあ、有名なところでは幕末にも、20代30代40代の若手がですね、日本変えようって言って、かなりの活動をしました。でもご存知の通り、その時、松平春学校とかですね、勝海舟さんとかいろんな大人衆がその周りを、守ってくれたりとか、あるいはいろんな手続きを進めてくれたり、ある人は何千両というお金を貸してあげたりというようなサポートをしてました。決してその20代30代だけでことをなしたわけではないというのは皆さんご存知の通りだと思います。20代30代で集まって本気でやろうって決意して、これからの20年責任ある活動をするというのはすごく大事ですけれども、その時自分たちだけになってしまうと力は半減以下になるだろうと思いますので、ぜひ地域のベテランの方々にいろいろと協力を仰いだり、さっき言ったちょっと甘えてみたりですね、そういうことをやっていってほしいと思います。で、集まってくれた大人の方々も20代30代がちゃんとこの地域で活躍してくれないと自分たちの老後もちょっと心配になっちゃいますから、彼らをまあうまく手のひらで転がすようにですね、気持ちよくいろんな街づくりの活動できるような土台を作っていただければありがたいなというふうに思います。今日はまあ、ここからスタートという発表の場でしたので、ぜひ、知り合いになった方々と名刺交換するなり連絡先を交換するなりして、引き続き協力してもらったりアイデアを出してもらったりできるような関係を作って帰っていただければというふうに思います。長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。本日は皆さん一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。